今回は、月曜日のゆか。監督は、中平浩。1964年の作品です。自由奔放に暮らすゆかは、人柄が良く、いつも笑顔で、男なら誰とでも寝ますが、決してキスはさせないと評判。昭和30年代の自由都市、横浜に行き来する人々を、彼女の視点から鋭く切り取ります。出演は、加賀まりこ、中尾明、加藤武史、北林谷江ほか、洒落た雰囲気とモダニズム、コアクマ、という代名詞がこれほど似合う女優が、他に思いつかない、加賀まりこの魅力。モノクロームの光と影が映し出す、美しいリズムとセンスを、今また再評価したい作品です。